乗り換え、皆さん乗り換え、京都、京都。ち、日が消えた。おい、持ちがね。よいしょ。あちっとちっと、お前よ、本願寺しゃねか。おっさん、東か西かどっちやい。西本願寺だ。西かい、そんならあっちや。お前、俺ばっちでってきねか。ごんずっしん、いや、いつんやっか。いっちん、あほくさ。ほんたら、にんやんべな、どうだ。おっさん、装備の相場ってそんなあらへんで。んだらなんぼだ、相場は。そやな、まあ、10円に負けとこか。10円だけな。ほんならやめとき。所内10円出すべ、興味だからな。んだら、うんびな。おっさん、えらい汚れとるな。まくらきやで。山陰線はトンネルが多い先な。気持ち悪くて気持ち悪くてしょない。どうやおっさん、駅の風呂に入れたのか。駅の風呂？こだらもなんのか。ああ、駅員の専用やがよ。今頃は誰も入っていんひん。だけどお前、大丈夫か？大丈夫大丈夫。わし、顔へ寄ってな、心配いらへん、入れたるわ。だが、こいつはいいな。だれ、ぬび。どうさいったなべ。俺の荷物どうさいったなべ。あんなに取らったんだ。泥棒。嘘つき嘘。ここではそんな嘘は通らんぞ。おのぼりさん相手の犯罪は前から目をつけてたんだ。いくつだ年は。12。じゃあ学校行ってたら5年生だな。親は死んだ。死んだ。二人ともか。二人ともや。天才者だな。
どこだったんだ、元のうちは。神戸。神戸。今のうちは。今のうちはどこだと聞いてるんだ。親分があるんだろう。親分の名は何て言うんだ。知らん。何？知らん？俺、何も知らん。何も知らなんだよ。手伝い言うさから手伝っただけよ。ほんまや、俺ほんまに何も知らへんなんだよ。俺、そんな悪いことしん？俺の兄ちゃん、注意やで。兄弟があるのか。まだ帰らへんねん。俺の兄ちゃん、注意で舞台中で。そうか。まだ、国石なんだな。兄ちゃんが帰ってきたら、ちゃんと元の通りになるんや。俺、こしたら、どんどんなんかしていいん？兄ちゃんさえ帰ってきたら、何もかも、ちゃんと元の通りになるんやさかいな。どうしよう。やはり、若草流でもやるかな。そうだな。いやいや、先生に言ったら、俺、先生嫌い。先生に言ったら、すぐにやりたい。いやいや、先生やらせて。あんた、どうしたの？怖いことないのよ。収容所っていいとこなのよ。違う、違うね。俺、先生にご飯も行ったよ。そして、ご飯食べに出てこましたよ。まお帰り。あ、目指し合いとるよ。聞いてねえってな。マツコ、なんやこの子。どこの子や。あのね。うん。拾ってきたの。拾ってきた。あの子かい？え、かわいいでしょ。いい目をしてるわ。どんな目をしてるか知らんが、えらい汚れておるな。それにあんな厚かましいやつは知らんわ。いいわね。兄さんが帰ってくるあてがあって。うん。兄さんもきっと喜ぶわよ。ジロちゃんが立派な良い子になってるのを見たら。うん。兄ちゃん帰ってきたら、俺ルンペンなんかしていいん？兄ちゃんさえ帰ってきたら、何もかも良くなるんや。ちゃんと元の通りになるんやさかいな。そうね。あのな、俺の兄ちゃん注意で舞台生で。そうだってね。だけどジロちゃん。ジロちゃんそんな汚い真っ黒けな顔してたら兄さんびっくりするわよ。いらっしゃい、洗ってあげるから。洗うってどこ？手？足？うん、すっかりよ。不潔なのは一番いけないのよ。汚いのを我慢してるのは野蛮人だけよ。さあ、いらっしゃい。ええわええわ、俺そんなに汚れてなんかいいん？やだやだ、うん、俺ダメダメ、さあ、おいで。どうや、たわしいやんか。よくな。これは我が家大恐慌やで。いいわ。お芋は手伝いあるから。あれみ、いっぺんに赤落としてしもうたもんやさかいに風邪ひいたがな。ひろちゃん、見違えるようにきれいになったわ。うん、姉ちゃん綺麗だよ。あら、お世辞言うのね。うん、本当だ。着物着たらとっても綺麗になったよ。まあ、ありがとう。姉ちゃん、女学校出たんかい？ええ。どうして？なんで女のお巡りさんなんかになったんや？なんでって、そうね。
張り合いのある仕事をしたかったからよ。何もしないで朝から晩まで食べ物の話ばっかりしてるって仕方がないでしょ。ただ食べて生きていくだけだったら、犬や猫やネズミや豚やお猿さんとちょっとも違ったとこないでしょ。せっかく人間に生まれてきたんですもの、人間らしい生き方をしたいと思わない。ね、そう思わない。よく方々でジロちゃんぐらいの人たちがタバコを分け合って飲んだりしてるけど、あれおいしい？そう？ね、そんなことないね。一人でお金たくさん持っててね、たらふくごちそうを食べた時よりもお友達同士でつまらないものでもほんのぽっちりずつ分け合って食べた時の方が美味しかったようなことが、あるでしょ。人の困ってるのを見ながら美味しいものを食べたって美味しくないわね。自分だけ贅沢したって大して面白くないでしょ。それと同じよ、ね、この兄さんね、お医者さんになりたかったのよ。なぜだかわかる？人のためになりたかったのよ。ちょっとでも人の幸福のために自分の体を役に立てたかったのよ。兄さんはね、自分が幸福になるためには他の人たちみんなが幸福になってくれなくてはいけないと言ってた人なのよ。でもね、戦争に取られて死んじゃって、だからヒロちゃんもいつ兄さんが帰ってこられても恥ずかしくない立派な良い子になってなくちゃいけないわね。これからはお姉ちゃんと一緒に力になり合ってしっかり勉強して良い人になりましょうね。お姉ちゃん、ジロちゃんのためだったらどんなことでもしてあげてよ。もう寝たの？明日はお休みだから映画見に連れてってあげるわ。ジロちゃんどんなのが好き？洋画、日本物？あら、本当に寝たのね。そやさか言わんこっちゃないで。世の中ってそんな甘いもんじゃおへん。不良時ちゅうもんはな、のっぴきならぬ日本の世相が生んだ時代の子や。女学生のセンチメンタリズムで解決できるような生優しい問題やない。女学生のセンチメンタリズムかどうかおいおい分かってよ。私はお父さんみたいに理論家じゃなくて実行派なんだから。私はお父さんみたいに人間に絶望してないの。私は人間の善意を信じてんですもの。おやおや、腕時計を取られてもまだ懲りないな。私腕時計どころかもっと大切なものをかけてんですもの。もっと大事なもんって何やねん。それはね。何やって？行ってまいります。わー、もうこれだ。バカな。そう言うかい。うまいこと猫飼うってな、寝てる前に失禁したって。すげえな。なあジロヤン、ほんまか？それほんまに婦人警官のもんか？しっこいやっちゃな。ほんまや、婦人警官なんてお前どっかにおんや。あんなもんチコロや。あ、警官だ。どうとしとうと、だらしないよ。すまんすまん。
マキタさんは？キスさん、キスさん今屋上行かはったで。じゃない？今降りていかはったわ。そう、どうもありがとう。僕はやだね。シカゴの警察は民衆の信用を失っている。それは我々も潔く認めなきゃならないし、反省しなきゃならんと思うが、だからといって婦人警官なんてものをでっち上げたな。どうかと思うね。僕には警察の一般民主に対する一種の人気取り政策としか思えないんだ。それは君の思い過ごしだよ。これからの警察事務には婦人の方が高速な場合がいくらもあるんだし。いやー、それも僕には疑問だね。警察事務なんてものは君婦人には最初から向かないんだ。普通能力において劣る婦人をこんな特殊な仕事に就かすというのはそもそも間違いなんだ。そうかな。僕には婦人警官にはやはり我々の及ばぬ面があるように思うんだが。そんなことはないよ。考えてみたまえ。婦人警官のやってることで我々にできないと思うことが一つもあるかい君。さあ、そう言われてみるとないだろ。それ見たまえ。だから僕は。和田さん、聞こえてますよ。婦人警察官無用論でしょ。聞かれたか。聞かれたたりは仕方ないが、しかし僕は、婦人は男性に対して能力において劣るとおっしゃるんでしょ。いらっしゃい。劣るかどうか見せてあげますから。言いましたね。よし。信号にご注意ください。よく信号に気をつけてください。何や、えらいばってはんやな。え、女の周りなんか怖いことあらへん。民主主義日本どっせ。嫁入り前の娘を見せ物みたいに人中にさらして、一体婦人警官の親っちゅうのはどんな了見でおりまんねやろな。ほんまやな。クイーンダイの時間でございます。昨日大竹に入港しました大型上陸用襲艇は、いずれも黒島からの陸軍たけし1307部隊の将兵2563名でございます。なおたけし部隊猛烈の猛でございます。たけし部隊は今回の引き上げで全員引き上げ完了いたしました。全員今夜中に乗車、それぞれ懐かしい郷土に向かう予定でございます。おい、兄ちゃんが帰ってくるぞ。兄ちゃんは明日帰ってくるんやで。え、ほんまか。ほんまに帰ってくるんか。おい、ジレア、お前兄ちゃん帰ってくるのか。ほんまや、ほんまに明日帰ってくるんや。そうか、ええな。ジレアの兄やん、注意やってな。そうや、舞台生で。兄ちゃんが帰ってきたら、もうみんなともおさらばや。俺もこんなとこにいい。俺も、ルンペンなんかしてへんよってな。おい、みんな来い。親分が呼んだ。なんか仕事か。うん、ちょっと危ない仕事やろ。早く来い。なんや、次郎、どないしたんや。俺な、明日兄ちゃん帰ってくるんや。俺行かへん。何抜かす。それはお前明日のことじゃないかい。仕事は今夜やろ。さあ、来んか。ほなんだら、俺出せんぞ。俺が合図するさかいな。
あ、吉さん。今、駅の方から報告がありましてね。先日の次郎という子が、仲間の者とまた変なことをしましてね。汽車から飛び降りて入院したそうですよ。ああいう子はもう、ダメなんですね。しなくていいのよ。ジロちゃん、じき治るのよ。兄ちゃん。兄ちゃん。どうしたの？兄さんがどうしたの？兄ちゃんが兄ちゃんを帰ってくるんや。今日帰ってくるんや。俺神戸の駅に迎えに行ったらならんのや。俺行かなんだら、兄ちゃん誰も知ったもいいんや。誰もいいんや。みんな焼けて死んでもうたよ。俺以下なんだら、兄ちゃんが。これ、これ。ただいま、一番線へ到着の列車は、14時28分発、長和駅、福音列車でございます。一般の方はご乗車がご注意願います。失礼でございますけれど、は、自分ですか？竹芝部隊の方でございますか？そうです。坂口さんとおっしゃる方、坂口中尉なんですけど、は、自分ですが、あ、よかった。ジロちゃんが、え、ジローがどうかしましたか？どうしたんだ？お父さんやお母さんはなぜここにいないんだ？え、ジロ、神戸で知らせなんだんか？これどうしたんだ、ジロ？あたりうちで困ってんのよ。ジロちゃんだってもうじき退院でしょ。早くちゃんとしたうちを見つけてやらないと。困ったわね。そりゃ若い男の人じゃなかったらうちででもお世話できないことないんだけど。そうだ、三和はどうかしら。三和アパート、あそこならなんとかなるかもしれないわ。そう、すぐ行ってみよっと。これからすぐに？え、すぐよ。すまないけど。やれやれ、まっちゃんとしたらいつもこれなんだから。芯が疲れるわ。あい、すいません。変わらないわね、担当直入女子。そういえばキヨちゃん、もう引き上げてきたかしら。本当にまだ満州にいるのかしら。私なんだか胸が痛いわ。キヨちゃん、キヨちゃん。キヨちゃん、もう出かけるかい？いいえ、私もう少しして。あ、そうか。
ってきてごらん。女の警官が来たぜ。いいから行ってちょうだったら、私用があるんですから。あ、そうか。承知しました。他なら林さんのほうがダメですからね。で、いつからいらっしゃいます？まっちゃん、いつから？できたら今夜からでもお願いしたいの。よろしくございます。失礼ですが、お勤めは？うちじゃねえ、副院さんは。どうもね。なぜでしょうか？英語も少々なら喋れるんで。いやね、どうも向かないんですね、この商売には。なんとか僕やられると思うんですけど。せっかくですが。あ、緑屋行ってごらんなさい。あすから白人さんばかり使ってますよ。私からとそう言ってね。なるほど、うちは副院軍人ばかりです。せがれもこの間帰ってきたばかりでね。はあ、なんとかお願いいたします。あんたは翔子さんでしょ？はあ、そうです。せがれはね、まだ寝ていますよ。栄養失調で幽霊のようになってね。半年というもの、木の芽や蛇やサソリみたいなものばかり食っていたんですよ。翔子さんだけは白米7升、小麦粉15袋、毛布30枚、靴14足。しかし、手荒いことやりやがったな。おお、陸軍かい、海軍かい、そいつは。陸軍の経理注意だよ。簡単なやつばかりだから日本が戦争に負けたんだよ。あ、お前さんかね。は。大変気の毒だが、うちは今いっぱいでね。新しくやっとうなんてことはできないんだよ。まあ他でも探してみるんだな。ええか。はい。どう、どうせ。酒一軒酒だよな、でかいね。あ、さ、せんやれれよ。あ、それから帰ったすぐよ。はいよ。いくら？30円。タバコどう？ありがとう。いいんです。あなた国の方でしょ？そうです。私も満州行ってましたの。終戦のわずか一月前に。バカね。いただきます。木の実木のままで引き上げてきたら。そうです。よしよしよ。内地の風は冷たいわね。まったくね、ご同様に。失礼します。あ、もっと話していかない？いや、待ってるやつがいるもんですから。待ってる人が？いいわね。さようなら。タバコありがとう。
ックだと何かと就職にも都合の悪いことがありゃしないかと思うの。だからこれ私のに直すつもりだったけど、次郎ちゃんの兄さんにあげてもいいでしょ。あげる？それをか。ええ、うん、そりゃお前にやったもんやさかいに、どうしようとお前の買ってやけれども、そんな服お前今時1000円や1500円で買えへんで。ね、そんな値打ちのあるものをしまっておいたって仕方がないでしょ。だから啓太さんに着ていただいたら、この服もお役に立つというわけじゃない、うん、まあそういえばそうかもしれんけど。ねえ、ついでにこのネクタイもいただいていいでしょ。おやおや、ネクタイまでもか。だってこれお父さんには派手すぎて向かないんですもの。はいはい、どうともお気に召すようにお願い申しますわ。ありがとうお父様、本当にいいお父様ね。はい、おー気に。ねえ、今日は兄ちゃんどっか決まるよ、きっと。そうかもしれないわね。どうして仕事ってそんなにないんやろな。どうしてでしょう。でも今日は決まると思うわ。兄ちゃん大学出てるよね。まあそう、神戸でな、前貿易会社行ってた。まあそう、もう貿易会社なんてあらへんな。今度はどこやろ。どこ行ったかって兄ちゃんなら理事課長さんぐらいになるな。お姉ちゃん、ええ、なれると思うわ。大ちゃんやったの。姉ちゃん、いつかの姉ちゃんの時計な。まだ言ってんの。いいのよそんなこと。姉ちゃんもう何とも思ってやしないんだから。あ、兄ちゃん、ジロちゃん、ちょっとおねん買ってきてくれない。うん。あの、ああどうすんだね。お気を悪くなさらないでね。ジロちゃんね、あ、世界中で兄さんが一番好きなんですの。兄さんが世界中で一番偉い人なんですのよ。ジロちゃんから見たら兄さんはオールマイティなのよ。絶対なのよ。マチコさん、僕はあなたの苦しい気持ちは分かるつもりです。でも坂口さん、小さい人の夢を大事にしてやりましょうね。失礼しました。ではどうかお元気でね。あ、ん、それどうしたんだ。ああ、姉ちゃんがあげるって。それね、姉ちゃんのお父さんのお下がりなんや。自分の服に仕立て直すつもりやったって。何のごちそう。お近づきになりたいわね。ああ、酒が欲しいな。お酒ならあるわよ、ウイスキーが。ありがとう、飲ませてください。でも今時のウイスキーなんて怪しいもんよ。めちるかもしれないわ。結構です。めちるでも何でも考えしない。めちゃめちゃ飲みたいんです。なんだか変ね。でもいいわ、うんと飲みましょうよ。いやー、バカにおにぎやかですな。石原さん、あんたも仲間入れてあげるわ。その代わり経費はあんた持ちよ。これはどうも。いや、よし、飲むこととなったら。
いや、やめや。だいぶ電力助かるで。こっち頼んでくれるのか。すまんな。すごいちっちゃいな。これ、ジロちゃんのよ。おやおや。サービスいい思うたら、礼言って損した。なんて強制するもんじゃない。でも明日持ってこい言われたんやけど。いかん、そんなもん持っていく必要ない。坂口さんって方見えてませんか。え、坂口さん、なかった、見えてませんよ。あるある、兄ちゃんの靴があるよ。姉ちゃんはいない、僕知ってるから。そう、失礼します。女のお前さんやど、帰るぞ。おかわねえ、キヨちゃん、どうして帰ったら知らせてくれなかったの。どうして家へ来てくれなかったの。ネズミが猫のとこ引けばっかりな。坂口さん、私はいいんです。大人はいいの。でもね、子供の信頼は裏切らないようにしてくださいね。キヨ、お前さんやで。お前ら縛られるぞ。縛られまっか、お前ら。え、報告ぐらいするかもしれませんね。何？失礼しました。ねえ、キヨちゃん、ぜひ来てね。待ってるわ。
二人か。姉ちゃん帰ったのか。返そうか。返そうね、悪いから。どうしたの？あ、いい服じゃない。ちょっと。あら、どうしたの？この間にもらった服やろ。ジロ。待ってる人があるって言ったの。あれ、マチコさんのことだったの？さあ、じゃあどうして。俺に触るな、触らないでくれ。俺よもうダメだ。何がダメなのね、何がダメなのさ。俺はこんな人間だったのか、こんな人間になっちまったのか。どうしたのよ、ケイタさん。ねえ、ねえ、あんた、やっぱりマキコさん好きだったのね。バカ。俺はあの人の恋を踏みにじったのだ。あの人の期待を裏切ったのだ。俺、ジロにまで愛想尽かされてしまったのだ。自分を責めなくてもいいと思うわ。あんただけに責任があるっていうわけじゃないのよ。あんたを温かく迎えてくれなかった世間にだって罪があるし、何一つしてくれない政府にだって責任があると思うわ。そんなことじゃない。俺は俺という人間に愛想がつけたんだ。嫌になったんだ。自分の卑劣さ、汚さが嫌になったんだ。俺は浅ましい、見下げ果てた人間だったのだ。いいえ、そんなことないわ。私ね、最初あんたに会った時、一目であんたを好きになったって言ったでしょ。なぜだかわかる？私ね、一目であんたをいい人だと思ったの。私だってあの時温かい人の情けに飢えてたの。私にはあんたが本当に心の温かいいい人だってことが直感で分かったの。いや、もうダメだ。俺は何もかも失ってしまったのだ。いえ、そうじゃない、ね、あんたには私がついてるわ。私ってものがあんのよ。ダメだ、ダメだ。いえ、ダメじゃないわ。ね、私たちは私たちで幸福を探しましょうよ。私たちだって幸福になれないはずはないと思うわ。ねえ、助け合って幸福を、私たちの手で私たちの幸福を探しましょうよ。ねえ、ねえ。でしょ。うん、せやがて僕誘ったりしてダメじゃないの。姉
ったるわ。うん、兄ちゃん、もう僕なんかどうなったってかまへんねん。次郎ちゃん、こっちいらっしゃい。ねえ次郎ちゃん、なぜ学校行かないの？だって面白いことあらへんの。でも兄さん、次郎ちゃんあれほど勉強できるって喜んでらっしゃったのに。兄ちゃんな、兄ちゃんな、僕、次郎ちゃん、僕もう嫌や。学校行くのも、アパートへ帰るのも、もう嫌や。僕もう嫌や。そう、兄ちゃんやはり変なお友達と付き合ってる？うん。お酒飲んだり悪いことしたりしてる？うん。そう、姉ちゃんね、次郎ちゃんの気持ちよく分かってよ。姉ちゃんもね、本当は一緒に泣きたいのよ。でもじっと我慢してんのよ。次郎ちゃん男でしょ、我慢しなきゃいけないわ。そりゃ兄さんはね、今は悪い道に迷い込んでいらっしゃるけど、決して悪い人じゃないのよ。次郎ちゃんのことだってお腹の中ではとても心配してらっしゃるのよ。でも今の日本はまるで大きなお船が沈んだ後みたいでしょ。兄さんはその煽りを食った人なの。みんなが手を貸して助けてあげなくちゃいけないわ。みんなが力を合わせて助け合わなきゃならない時なのよ。そのうちに明るいいい日が来るわね。次郎ちゃんも辛いことがあっても男らしく我慢してしっかり勉強すんのよね。次郎ちゃん学校行くでしょ、ね、次郎ちゃんいい子だから学校行くわね。姉ちゃん僕学校行くわ。そう、行ってくれる？あ、走っていくわ。姉ちゃん、さよなら。ありがとう。ありがとう。よくやってくれました。岸さん、ありがとう。いえ、私。なあ岸さん、署内でも女の警官を軽蔑している者が今でもいる。いや、恥ずかしいことだがわしも実はその一人だった。しかし女でなければできないことのあるのがよく分かりました。ありがとう。これからもああした人たちのためにしっかりやってください。ありがとうございます。私とても自分の力の足りなさに情けなくなることがあるんですの。私に人の不幸を救うような大それたことができるのかってそう思うととても不安でたまらなくなるんですの。いや、そういう懐疑と反省があなたを生かし磨き上げていくのですよ。そういうところを突き抜けてこそ一人前の立派な警察官が出来上がるのです。岸さん、今後とも頼みますぞ。なあ、マツコ、戦争が済んでみると今日生まれたということが何かこう語るの白い気がするやろ。そうよ、クリスマスが誕生日なんて私とても運がいいんだと思うの。お母さんに感謝なさい。お母さん、お母様ありがとう。あ、なんや、今日のお客は二人か。林さんともう一人は誰や？私の一番大切なお客様よ。お父さんもご存知の人。わしの知ってる人ちゅうと、はて、誰やの悪い男だな君も。え、今さら500円や600円の月給取りになったって
この寒空に布団一枚買いやしねえじゃねえか。引き上げ者ならまだしも、福音軍人なんて何一つ透けてくれるわけじゃなし。自分の欲しいものは自分の手に取るしかしょうがねえやな。え？そうじゃねえか。できん。俺にはできん。そんなことができるもんか。じゃあどうする？餓死するか？度胸を据えろ。度胸。あの銀行にはな、前からちゃんと手を回してあるんだ。あそこの金庫なんだ、お茶の子だ。一晩でマント掴む仕事は今時他にあるかい？え？そうじゃねえか。お前も元は部隊長じゃねえか。しっかりしろい、しっかり。あの時懐かしいわ、卒業式の時のね。それキヨちゃんが一番よく撮れてるわ。私これ欲しいわ。みんな向こう行ってきたのよ。いいわ、あげるわ。どうせどこにあったって同じことなんですね。嬉しい、ありがとう。まっちゃん相変わらずさっぱりしてんのね。昔とちっとも変わんないわ。まっちゃんったら本当に相変わらずよ。ちっともよくがないの。今でも無欲先端な担当直入女子よ。でもね、近頃とても欲が出てきたのよ。私ね、キヨちゃんにお願いがあるのよ。私に？何でしょう。私ね、キヨちゃんに幸福になってもらいたいの。幸福に？え、今の生活をやめていただきたいの。ね、お願い。そして坂口さんを幸せにしていただきたいの。坂口さんが幸せになることは次郎ちゃんが幸せになることだし、キヨちゃんさえ。マチコさん、あんたそれが言いたかったのね。それが言いたいために私を呼んだのね。キヨちゃん、誤解しないでね。マッちゃんはあんたのことをとても心配してんのよ。キヨちゃん、私見ていられないの、苦しいの。どうかもう今のようなことよしてちょうだい。大きにお世話だわ。あんたには私にそんなこと言う資格なんかないはずよ。
あんたは引き上げ者じゃない。家もちゃんとあるし、何一つ失ったものなんてありゃしないじゃないの。あんたたちに何もかも、何もかもなくした私の気持ちが分かるもんか。あんたたちに私を責める資格があるもんか。責めてやしない。私ね、私もタカちゃんもあんたの幸福を祈ってんのよ。ね、キヨちゃん、私たち、嘘よ。あんたは偽善者よ。あんたたちは私に優越感を感じてんのね。友達の不幸を見て、あんたたちは内心幸福を感じてんだわ。何さ、坂口さんに洋服あげて恩に着せたりしてさ。本当はあんた坂口さん好きなんでしょ。まあ、キヨちゃんどうしてそんなこと言うの。嘘つき、偽善者。何さ、不良服なんかを餌にしてあの人を釣ろうなんて。あんたは何もかもなくした私からあの人まで取ろうとするのね。友達みたいな顔して。キヨちゃん、誰があんたたちの言うことなんか聞くもんか。二度とあんたたちの顔なんか見たくないわ。キヨちゃん、キヨちゃん、キヨちゃん。Thank you.
も秘密を明かしたんだ。おめえもこの返事はよく考えてからしてくれよ。警察も無茶やないか。なんぼ年末の市場警戒や言うたかて、女をお前。心配ご無用よ、お父さん。婦人警官は内勤だけですから。まあそんならまあいいけど、お前危ないところへ行きなや。姉ちゃんすぐ帰るからな。やだやだ、兄ちゃんそんなことしちゃいやよ。おい、どうした。こら、原さんか、次郎。ないやつです。ジロの兄も乗っています。そう、高子さん、連絡頼んでよ。そうです。黒塗りのフォード、バックナンバーなし。烏丸通りを北上中、至急お手配頼みます。
金さん、次郎のことお願いします。あなたはいただいたこの背広を着て自訴して出ます。後世の暁に門出を祝ってください。私の罪が償われ、魂が清められて世に出たら、私は清に結婚を申し込むつもりです。ありがとう。清ちゃんを幸福にしてあげてくださいね。おい、サイクルの音変わったな。何言ってやがる。北野武史座頭市、9月5日日曜夜10時。 Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like meあの夏、誰もが手にした名作の数々。8月の日本映画専門チャンネルは、日本文学の名作を映像化した文芸映画を特集。監督に市川崑、豊田史郎ら名将が名を連ね、原節子、山本富士子ら往年の銀幕女優が彩る全10作品。日本映画で楽しむ夏の課題図書、8月16日より毎週月曜から金曜ご覧の時間で放送。明日から死ぬまで一生ひどい夢を見てうなされるかもしれない。でも世の中には笑ってやり過ごせないこともあるんだ。明日画材行くの付き合ってよ。俺が怖いのかよ。え？帰れよ。17歳の少年が望んだもの、それは平和な家庭とありふれた愛、ただそれだけだった。青の炎、8月6日金曜夜10時。多くのファンが待ち望んでいた幻の映画草迷宮、ついに2
テレビ初登場。お前をもう一度妊娠してやったんだよ。寺山修司が放つ幻想世界の集大成であり、ファンの間ではカルト的な人気を得ている草迷宮から遺作となったさらば箱舟まで、寺山修司の代表作全4作品を放送。入ってらっしゃいよ。現実と虚構、現在と過去が交錯する寺山ワールドの魅力に迫る夏休み完全マスター、寺山修司、8月5日より4週連続木曜深夜放送。あの用心棒は座頭一を切れるかな。北野武士座頭一、9月5日日曜夜10時。私が好きな日本映画からのお知らせ。毎週月曜夜10時から放送している私が好きな日本映画。私が好きな日本映画は、あなたがリクエストした映画が放送される番組。